ジョーダン・ B ・ピーターソンによる人生のための12ルール、コントン解読剤ジョーダン・ピーターソンはカナダのトロント大学で教える臨床心理学者です。彼はまた言論の自由の提唱者です。彼の本、 人生のための12ルールは世界中で非常に人気が高まっています。彼は人類に対する重要なメッセージをいくつか持っています。このビデオは12ルールの要約です。1、肩を背中に向けてまっすぐ立って。意味は、信頼を払う。 これをすることによってセラトーニンは脳に放出される幸福に貢献する2あなたが手伝ってくれる人のように自分を扱う自分のことを大事にして3あなたに ベストを欲する人と友達を作る。4。あなたが昨日誰であったかを自分と比較して。担任を羨ましくないで、一歩一歩自分自身を向上させる。5。 自分の子供があなたを嫌いにするようなことをさせてはダメ。自分の子供を嫌うなら他の人もあなたの子供を嫌うでしょう。六、世界をひ批判する前に自分の家を 完璧な順序をする。野心を謙虚に結びつけなさい。七、意味のあることやる。交通強なことをしない。八、真実を伝えるか少なくとも 嘘をつかない。嘘をついた場合、自分の考えを崩壊させる。9。聞いている人があなたが知らないものをしてるとする。すべてを知らないという事実に感謝する必要がある。してるほど、 知らないということを理解する。十、話す、話すときは正確に話そう。十一、子供がスケートボードをやっているときに気にしないで、過剰保護の代わりに奨励する。励ましいは 避難所よりも良い。自分の子供をあんまりにも依存しないで。十二、路上で猫に遭遇するとき、猫を可愛がること。重要なことは、あなたが何をすべきかを知らないときに行うこと。 悲劇にどう対処するか現在この本は40カ国語以上に翻訳されているお読みになることをお勧めします皆様聞いてくれてありがとうございました 私の翻訳が正しいかどうか100%確認していません。私の日本語の能力は弱いです。しかし理解できると思う。あなたがより良い翻訳規則を持っているなら私に知らせてください。皆様、インラケシュ。あなたは私の他の 私です。インラケシ。